松阪市独自の子育て支援策や教育の課題について意見を交換する市長・教育長と語る会の第1回目が6月8日第4小学校で行われました。市長・教育長と語る会は、さまざまな子育て支援の施策、幼稚園・小中学校の整備計画などを市民に知ってもらい、教育課題や地域の課題を解決しようと、市長と教育長が PTA 役員や関係者と意見交換を行います。はじめに竹上市長が、新しい事業が始まっているし、来年からは子どもの医療制度が変わります、教育課題もたくさんあるので身近に感じる関係で発言できる場になればと思いますと話しました。続いて市長自ら松阪市が実施している子どもの医療費助成や3世代同居の支援、保育士不足を解消する施策などの子育て支援の施策や、幼稚園・小中学校の整備計画を参加した PTA 役員15人に説明しました。説明の後に行われた意見交換では、育ちの丘の発達障害の療育支援は10回で終わるので、子どもの成長に合わせ高学年・中高生も受けれるようにしてほしい、発達障害の子どもを持ち親にも障害がある親子に支援できないのかなどの意見が出されました。ここまですごい頑張るんやなっていうのを思って、もう本当にね、すごい子どもら頑張りました。地域の市長・教育長と語る会は、今年度中に市内36の小学校で行われ、それぞれの地域での子育て支援や教育・地域課題について話し合われます。